クラーク・アシュトン・スミス。クラーク・アシュトン・スミス。クラーク・アシュトン・スミス。1893年1月13日から1961年8月14日は、アメリカ合衆国カリフォルニア州生まれの詩人、小説家。聖地な文体による幻想的な作風が特徴で、超未来の大陸ゾティーク、ザシークや超古代の大陸ハイパーボリア、ハイパーボリアを舞台にした。 連作短編シリーズが有名。絵画や彫刻にも手を染めた。カリフォルニア州のプレザー郡、ロングバレーの母の実家で生まれる。父はイギリスから近郊を探しに来ていて、母は地元の農家の娘であったが、1907年にボールダーリージに転居する。スミスは、幼少時は体が弱く、読書を好み、11歳頃から、 アンデルセン童話集を手本に童話を書き始め、やがて、千代人よ物語やキップリングの影響で小説を書くようになる。その後、ポーや英訳された、ルバイアートに触れて、試作に取り組み、カリフォルニア在住の詩人ジョージ・スターリングに特に、眼科を受けた。この時期、ラテン語を独学で習得し、また、ウェブスター辞書やブリタニカを通読するなどして、文体の訓練に励んだ。 また、ウィリアム・トマス・ベック・フォード、バテックを愛読していた。1910年に、地元紙、オーバーアン・チャーナルに詩が売れて、同年から1912年にかけて、東洋を舞台にした4編の短編小説が、オーバーランド・マンスリー、ブラック・キャット各紙に掲載入れた。これにより招待された婦人クラブを通じて、スターリングに紹介され、試策について助言を得るようになる。 さらにはウトウェール、ダンラップによりサンフランシスコ、ついで東海岸にも紹介される。この1912年に最初の詩集、星を踏み歩くものを出版。その後は両親の農作業を手伝いながら、試作を続け、1918年頃から絵画も描き始める。1918年に第二詩集、ショート14行詩』、1922年、25年に第三 第四詩集を出版。1922年にスミスの詩を読んだハワード・フィリップス・ラブクラフトから手紙が届き、文通が始まり、1923年にラブクラフトの潜み済む恐怖が連載された時には挿絵を提供した。1923年に創刊されたビアード・テイルズ詩の7.8月がペー号に、スミスの詩、ジャークのソノが掲載され、ラブクラフトと共に、 同志の人気作家となっていく。1923年4月から26年1月まで、オーバーン・ジャーナル紙でコラムを連載して、収入も安定した。ラブクラフトの勧めで幻想小説を書くようになり、1925年に最初の作品、四度の忌むべきものどもを執筆。1929年以降に、 精力的に幻想小説を執筆し始め、1935年までに、ウィアード・テイルズを中心に、アメージング・デテクティブ・テイルズ、ワンダー・ストーリーズなどのパルプマガジンに、約80編の作品を発表。後年には、ラブ・クラフト・ロバート・イ・ハワードと並んで、ウィアード・テイルズ・黄金時代を築いた誤参家と称される。 1937年にラブクラフトと父が相次いで亡くなった頃を機に小説の執筆は減り、代わって1934年頃始めた彫刻に根を入れ始め約200の作品を作った。彫刻作品にはハイパーボリアやゾティークの世界と結びついたものもあったが、絵画や彫刻は商業的に成功することはなかった。1942年には オーガスト・ダーレスの手によって、最初の短編集、時空の外に、を、アーカムハウス社から出版。同社からは、短編集4冊と、詩集2冊が出版された。1954年に結婚して、パシフィックグローブに移り、庭師として働きながら、絵や彫刻に勤しみ、詩や小説の執筆はなくなる。1961年に死去。残された文書は、 ブラウン大学のジョンヘイ図書館に寄贈された。連作ものとして、超未来の大陸ゾティーク、ギリシア神話をもとにした、古代の大陸ハイパーボレア、アトランティス、ポセイドニスモの、中世フランスを舞台にする、アベロワーニュ、アバーインなどがあり、他に、ムー大陸や、レムリアを扱った作品もある。百二十九年九月からの四ヶ月に、アトランティス連作の第一作、 最後の呪文、アベロワーニュの第一作、物語の結末、ハイパーアボリアの第一作、サタム・プラゼーロスの話が書かれている。この頃から、黒の書と呼ばれる黒革の手帳に、小説の構想や覚書を書き留めていたことが知られてを、1979年に本国された。1950年代になって、ダイジェストサイズの雑誌で、 スミスの作品が再録されるようになり、スミスの名文化としての名声は高まった。ラブクラフトやハワードとの親交も厚く、マジン・ツァソグヤの神殿や、魔道士、エーボン、ウボサスラなどのクトゥルフ神話作品も執筆している。ベックフォードの影響による、性愛を基調とする、極めて視覚的な短美世界を創出した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。